この調子でちょっとずつやっていけばですね、あと最後まとめをしますので、で4月の一番最初のテストでね、なんとか取れてほしいなと思いますね。で第7講座、ですね、英語からいきましょう。英語から英語の第7講座になります。行きましょう。私たちは学校まで歩いているところですというね、一番上にタイトル見たら現在進行形と助動詞のキャンの使い方ということで分かれてます。でまず A は現在進行形ですね。で現在進行形、何々していますとか何々しているところですというところなんで、何々しているところですというところをマーカーで塗ってください。こう書いてある参考書もあればですね、何々していますって書いてあるのが多いんですよ最近は。だから赤ペンでいますと書いてください。マーカー塗ったところの上にですね、私たちは学校まで歩いていますにしてください。歩いています。で現在進行形の形は B 動詞プラス ING でした。 B 動詞プラス ING ですね。だから We の時の B 動詞は何ですか？ Is a man のうちの We って何ですか？私たちって単数複数どっちですか？複数やき B 動詞は、うん、ああですね。 We are、 We are とか We is とか言わんてくださいよ。本当に恥ずかしいですよ。 We are です。英語の第7講座になります。第7講座ね、1番 We are ですね。V の時は B 動詞は R です。で歩くは何ですか皆さん？歩くは Walk で Walking ね。 V は Walking ですか。じゃあ英語のこっちを出してください。英語の これ出してね。これを第7講座するで、現在進行形 B 動詞プラス ING、ウォークは歩くという動詞、これで歩いていますになりますですね。で学校まで歩くときウォークトゥースクールでトゥーがいりますので、ここはどこどこまでというですね、どこどこへとかどこどこまでという意味ですというのね、はい、とにかくメモって参考書を作ってください。いいですか。まず復習するときにここにメモをどれだけ取り切るかが大事なんでですね。で2年からはまたものすごくこうランクが上がるんですよ。授業の内容がガンガン上がっていくので、まず今引っかかっちゃうところをとにかくなんとかこうできるようにしてね、それから2年生やっぱならんといかんのでですね。次です。彼女は何を作っているのですか。 What is she making になります。 What is she B 動詞で、作るはメイク、メイクは E で終わるんですけど、 E で終わるときは E を消して ING、メイキングね。 What is she making? ですね。で、こっからですね、矢印を引っ張ってあなたは今何をしていますかって書いてください。あなたは今何をしていますか。とにかく参考書を作るんでですね、全くわからん苦手な人のために一回しっかり教えてからテストをするようにしてるんですよ。だから授業を振り返ったら全然解けんということはないはずなんでですね。何時ですか、 What time ぐらい書けないかんですよ。もう今度2年生になって先輩になるわけですから、後輩から聞かれた時にですね、で先輩何時って何ですかって、いや知らんとか言ったら後輩から尊敬されませんよ皆さん。先輩バカやんとか言われますよ。先輩になるんですよ自動的に。いいですか。だから後輩に優しく教えてあげれるぐらいの学力をつけましょうよね。バカにされるの嫌やん。俺も嫌やん。もう絶対すごいねって言ってもらったら気持ちいいもん。あなたは今何をしていますか。 What are you doing なんですよ。これが現在進行形の疑問文の基本中の基本です。 What are you doing now?
ですね。What are you doing now? あなたは今何をしていますか。相手のとこに矢印を引っ張って書いてくださいね。あなたは今何をしてますかって書いたら What are you doing now? なんかノートです。なんか練習したの。練習し、練習したらいいよ。苦手なね、英語はあんま好きじゃない人は、ね、英語だけ上がったらあとすごい戦えるよ。本当。もうそういうふうにはっきりしてる人は英語あの今の授業中に5回書いたらいっちゃう。書けるだけね。例えば野球であの全然打てんやった人って特打ちするんですよ。残って特訓するわけよ。それはチームに迷惑かけることをチームに追いつくことを練習するわけよね。いいですか。じゃあちょっと皆さんも付き合ってもらっていいです。ちょっとノートを出してください。いいですか。で What are you doing now を書いてください。What are you doing now? あなたは今何をしていますか。もう1、2練習、2練習ですね。部活と一緒、部活と一緒。部活もいやいやせんでほしいなと、するときはとことんやってほしいなと思います。俺ものすごくどんくさいんですよ。もう自分でも分かっちゃうし、スポーツも下手やし、けど自分であのそれでもね、サッカーしよったんですけど、自分でサッカーできるようになったなって思った瞬間があったんですよ。ノート出しちゃいちゃなかったらやるな。やろうか、もう紙やろう。あんたのためにお願いするんですよ、みんなに。あんまり主人公ですよ、頑張らんの。すればできる人たちですからね。ちょっと練習しました。 What are you doing now? で、彼女は何を作っていますかを下に並べてください。そしたらちょっと分かります。 What is she making? なんとなく形が似てるなって思ってもらっていいですか。あなた焼きあーなんですよね。彼女焼きん is なんですよ。で、doing と making なんです。doing と making。 練習練習、書いて書いて、とにかく書きまくる。もう鉛筆のタコができるぐらい、練習のタコができるぐらい。前からずっと言ってますけど、皆さんはもっと点が取れる人たちなんやけど、本当気持ちの問題でですね、それでも学校の宿題とか小中気持ちを持っとんしゃないよ。分かります。学校のプリントとか課題とか出そうとかいう気持ちがあるので、そこはいいと思うんですけど、点数に出てきてないんでね、点数でそろそろ出るようにしましょうね。いいですか。 What are you doing now? What is she making? 見てるでしょ。 B 動詞は You 焼き are、 C 焼き is、 するは do、作るはメイク、それに ING をつけましょうというわけです。ですね。What is she making? いいですか。はい、次です。たけしとけんじはサッカーをしていません。ですね。たけし&けんじ。ああ。で、していませんというところもマーカーで塗ってください。何文ですか、皆さん。肯定文、疑問文じゃなくて、否定文なんですよね。何なんしていませんって否定文なんですよ。否定文は何をつけたらいいですか。 not なんですよ。
いいですね。ノットなんです。否定文はノットをつけましょう。ノットをつけましょう。いいですか。で、あー、ノット。そして、スポーツとかするは何ですか。プレイなんよね。で、今進行形の練習なので、これでいいです。していません。していますやったら、あー、プレイングサッカーでいいんですけど、していませんやったら、あー、ノットプレイングサッカーになります。はい、練習してください。練習してください。もうほとんど学校の授業もみんなぼーっとしてますから、一回ノート変えたらそれで終わってますから、そこでうちの塾生だけはコツコツ練習しようったらかっこいいっすよ。かっこいい。練習量だけ負けない。試合負けるかもしれんけど、練習だけは負けない。練習されたら試合負けるのは当たり前。練習したら勝つ可能性が高くなるね。変えてください、変えてください、変えてください。文章変えて、変えて、いいですか。もう髪が真っ黒になるぐらいまで変えてください。皆さん頑張って。顔高校してますか。顔高校、顔高校で宿題が出るんですけど、カキカキカッキーっていうのが昔流行ったことがあってですね、髪いっぱい真っ黒になるまで変えてこいっていうのがあってですね、ちょっとでも隙間があったら戻されるんです。はい、ものすごく原始的ですけど、練習しましょう。たけし&ケンジ、あー、ノットプレイングサッカーですね。サッカーをしていません。あー、ノットプレイングサッカー、サッカーをしていませんです。はい、じゃあその次いきます。並べ替えですよ、並べ替え。で、ただし1号を加えてというところを赤で塗ってください。これレベルが高いんですよ。単語が1個足りんとたいね。単語1個足りんと。いいですか。彼は家族と一緒にテレビを見ていますか。まず見ていますか、いますかというところをマーカー塗りましょう。何文でしょう。疑問文。疑問文。ね、疑問文やけん B 動詞で始まるったいね。何とかあったらフォワットで始まるんですけど、誰とか言ったらフーで始まったりしますよね。けど何もありませんから疑問文なんですけど、 he の時 be 動詞は何でしょう。 is よね。でそれがないったい、これそれがないといいですか。それがないけんこんな感じ is がない、一語加えなさいって is のことなんですよ。だから is he ですね。 is heIs he です。見ていますか。Is he watching です。いいですか。Is he watching。Is he watching です。で、何を見てるかというと、もちろんテレビでしょ。だから Is he watching TV?で、なんなんと一緒というのが with。 これがなんなんと一緒です。これからもよく出てくるので with はなんなんと一緒と覚えちゃってください。ですか。 Is he watching TV? With his family? 彼の家族と一緒に His family? そうですね。はい、彼は He、 彼は彼の家族、彼の家族と一緒にテレビを見ていますか。 Is he watching TV? 疑問文。見ていますか。で、こうやって一回書くでしょ。そしたらノートをさっき出してもらって、ノートに練習するんですよ。先生は言われません。先生インシャレンと思うけど、みんなだけはとにかく練習するんです。友達はノート書いたらボーっとしてるんですよ。見てください、友達を。で、 できる人って何かしてますよ、勉強。その差なんです。頭がいいで片付けんでください。頭が悪いとか思わんでください。練習してないんですよ。練習すればいいとったら、授業中に、授業中ですよ。俺家帰って何時間制とか本当一回も行ったことないですよ。皆さんと1年以上付き合いがある人多いけどね、
一回見たことない。家で3時間制とか一回見たことない。授業中集中してね、授業中練習してね。でも顔で一番っていいでしょ、この辺で。顔で一番の人って授業中やってたんですか。その人真似したらいいわけよ。書いてください、書いてください。いいですか、もう一回言いますよ。これここに答え書くやん。ほとんどの友達は一回答え書いたらそこで休憩しちゃう。そして何をすると思います。漫画書いたりとかですね、友達に手紙書いたりとかですね。ひどい人は寝てますよ、カーッと出て寝てますよ。それで成績が上がるわけないやん。考えてんじゃん、何の練習しようなんちゃうね。ちょっと過保はスピードが速いきどうか知らんけど、それでも書く時間があったらカーッと何回か書いてください。はい、Is he watching TV with his family? ですね。で、習いましたともう一回書くとです。まだ書けないとあと一回書いたりする。ちょっと5回はオーバーかもしれんけど、単語は5回ぐらい書けますよ。文章はせめてあと1回か2回ね、書いてください。じゃあ2番いっていいですか。書きましたか。とにかく練習練習練習、強くなりましょう。この中でですね、何の間の言っても通知表上がったってさっき言ってくれた人がいたんですよね。はい、上げていきましょう、上げましょう。いいですか。もう2年がものすごく大事な学年ということだけ覚えちゃってくださいね。じゃあいきますよ、2番の2。私はその机を使っていません。はい、いませんちゅうとこマーカー塗ってください。しつこいですけど何文ですか。否定文、何がいりますか。ノットがいるんですけど、この中ないけんね。いちご加えなさい、いちご足りんから付け足しなさいと書いてあるから、ノットが足りんということに気づいてください。さあ行きましょう。私は何からスタートしますか。アイムよね。そして否定文やき、アイムノットなんですよ。アイムノットで使っていません、だから using になります。 I'm not using ですね。でその机だから the desk。ちょっとさっきより短いでね、練習しやすいと思いますので、はい、どうぞ書きましょう。 I'm not using、 私は使っていません、使っていません、その机を、私はその机を使っていません。 I'm not using the desk、 I'm not using the desk。 練習練習、書いて書いて書いてください。いいですか。今日は現在進行形の練習でした。 B 動詞プラス IM、 ランナーしています、ランナーしていません、ね、ノットを入れましょうですね。明後日の試験でね、これ全く同じもの出しますので、満点目指しましょうね。理科はね、割と簡単やき、皆さん50点取ったりしようけどね。英語はまあ30点台ぐらい人が多かった、今見てみたらね。やき、もうちょっとできるとこを増やして50点目指しましょう。じゃあ B いきますね。 B は助動詞の can の使い方です。助動詞の can です。いいですか。次の日本語に合うようにアンダーラインに適する語を書きなさいというわけで、ホワイトさんは日本語が話せます。はい、話せますというところマーカーで塗ってください。話せます、書き直しましょう、書き直しましょう。話すことができますってしてください。話すことができます、話せますは話すことができますにしてください。ホワイトさんは日本語は話すことができます。話せるというのはできるっていうことだよね。日本語って難しいと思うかもしれんけどさ、俺泳げるんばいとかさ、走れるんばいって言ったら泳ぐことができるっていうでしょね。だから、わざとね、できるって書いたらキャンチ分かるんで、話せるとかそんな書き方になっちゃうとか結構あるんですよ。さあキャンを使っていきましょう。 Mr.Y2CAN、話すは何ですか。スピークですね。ミスターホワイト、名前の名前は大文字で始めましょう。キャンスピークでジャパニーズですね。キャンスピークジャパニーズ。
Mr. White can speak Japanese. ホワイトさんは日本語が話せます。日本語を話すことができます。はい、私たちはここで野球ができません。はい、できません行きましょう。できません、マーカー塗ってください。しつこいよ、今日4回目ぐらい。何文ですか？否定文。can のある否定文は何すればいいと？ can't にすればいいですよね。できません。we can't できません。で、野球をスポーツをするは play なんです。で、baseball です。そうですね。で、here はここでという意味で、here もとても大事な単語なので、上にここでと書いてます。で、例えばこれを知らんかった、そしたらこいつですよね。誤解ルール、誤解ルール、知らん単語で出会った、言われなくても自主的に、こういう人は自主的に、人から言われてするの嫌や、やったら自分ですればいい、進んですればいい、こういう人は勉強しなさいと言われてするの嫌なんでしょ。自分から進んですればいい。で、しつこいけど将来絶対貧乏な生活を送らんじゃってよ、いいですか。そのためには勉強必要です。やっぱどうしてもしょうがないです、しょうがない。それ以外で稼ぎたい人もいるけどね、それはそれでいいんじゃないですか。今僕の教え子でオートレーサーになった人もいますよ。それでお母さんに家建ててあげましたよ、母子家庭で。で、親にはやっぱり優しくしてあげてほしい。自分だけ金稼いでおいしいもん食って、なんかすげえ会社に乗って、で、親蹴飛ばしようとかね、もう絶対地獄に落ちようと思ってきね、俺。いいですか。まあ、反抗期でしょうけど、親は大事にせないかんす。早く死にます、どっちみち後悔せんごと。で、私たちはここで野球をすることはできません、できません。で、こうやって今書きましたよね。一部分しかないですよね。で、それを本文を何回か、5回までせんでいいけど何回か練習してねっていうお願いをしてるわけです。ですか。文章を変えてください。ちゅってせんとたい、なかなか。で、ここですれば力がつくんよ、ほんと。いいですか。この前長寿番付が発表になって、世界で一番のお金持ちは誰か知ってます？トランプさん。だもん、トランプさん今544位、ちょっと大統領になって落ちました社長さん辞めたきね。はい、それまでもうちょっと上やったらしいですからね。300万ぐらい落ちてる。ビル・ゲイツさん、ビル・ゲイツさん個人で9兆円ぐらい持ってないんですか、資産もう一代で気づいたんですよ。大学生の時、友達と2人で新しいパソコンを作ったんですよ。大学生の時2人で、その時ただの学生です。お金も何もない。で、IBM っていう会社に持って行った。このパソコンを会社で採用してください。IBM のモンチさんです。何、学生が何言うか。IBM 潰れようです。もしビル・ゲイツさん雇っちゃったら IBM ものすごく大きくなっちゃうんです。IBM 買収されました。韓国か中国、韓国やったんですね。で、ビル・ゲイツさんの会社は、ものすごく今世界でもナンバーワンの会社なんで、たった一台でですよ。やる気を持って、お金が全てって言わんけど、お金があったらほとんどのこと解決する、困らんきですね。だから今サボって後で苦しい生活するよりは、今ちょっと将来のこと考えてください。将来何になりたいかもう決まっちゃう人は、それ向けて本当に頑張ってください。本当にそれになるためにどうしたらいいか、青山学院大学言います。ですね、一番なりやすい大学、アドバイスします。いいですか。だからそこへ通るためにはどういう勉強したらいいかとかね、なーもせんで生活できるわけないとですから、頑張りましょう。いいですか。はい、3番、しつこいでごめんなさい。読めますかとかマーカーで塗ってください。で、読むことができますかって書いてください。
参考書を作ってますからね。マーカーで塗ったら赤ペンで書きましょう。読むことができますかにしてください。いいですか。大丈夫。今度お金なんかもらってくる。で、あの100円ショップで買ったり。できますか、焼き。キャンを始めてください。疑問文。キャン、稽古。読むという動詞は何ですか？ Read よね。書くは？ Write。ね。読むと書くはやっぱできんといかんでしょうね。Read。R の発音は、ウを言わないかんって言ったら、Read って言ったら L の発音になる。Read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  って聞こえたら R の発音。うの形して read ですか。でこれが読む write。 これも R の発音ですけど、 light って言うと明かりのライトになるんですよ。日本人が言ったら light って言うと明かりになるんですよ。 write 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 違いわかる。でこれ書く、読むと書くね。あと speak 話す。せめてこれぐらいの単語はね、1年生終わった段階で知っとかないかんですね。いいですか。で、読めますか。だから、キャン稽古、キャン稽古、ウィーデ、キャン稽古、ウィーデですね。This 漢字、この漢字が読めますかということでした。This 漢字。Can Keiko read this 漢字？ Keiko はこの漢字が読めますか？読むことができますか？はい、何回か練習してください。しよったらできます。できるようになります。頑張りましょう。本当ね、英語苦手な人さ、何回か練習してなかなか覚えきらんっていうのは分かるんですけど、じゃあ全く練習、それやきして練習戦やったらなおさら覚えんですよ。なおさら覚えません。何もせんでできることは一つもありません。やき、そこで人一倍練習してできるようになったら価値が出てくるわけよね。ものすごくあの人アゲンできんやったのに すごくできるようになったとかなってさ、すごいなっていうことになるじゃないですか。はい、じゃあ練習しましたか。2番の1いきます。私は絵をあまり上手に描けません。はい、描けませんのとこしつこいですけど、最後、これ最後ね、もうそれ以上言いませんからね。描くことができませんです。私は絵をあまり上手に描くことができません。まずこの問題解けない人は、書けませんができませんじゃない、できませんということと同じだということを知らないんですよ。だからキャントとか全然思いつかないんです。もうできませんやったらキャントやねって分かるわけですよ。だから書けませんを書くことができませんと置き換え切ったら、まずファーストステップ。はい、だから足りない言葉は何かというと、キャントがないでしょ。キャントが足りないです。さあ行きましょう。 I can't。 動詞は何ですか。その中にある動詞は分かりますか。動詞って分かりますか。それまだに覚えてますけど、動詞前ファーザーとか言った人いました。その人なんでファーザーなんで動詞って間違えたか聞いたんね。そしたらね、2番目が動詞って覚えちゃったらしい。2番目分かる。数えて2番目が動詞。例えば I play サッカーとか言って、大体2番目に動詞が来ることが多いわけだ。何も考えんで、前が1番目でファーザー2番目やき、ファーザー動詞ですと。お父さんやき、お父さん動詞なわけないやんね。いいですか。動作を表す単語は動詞ですからね。はい、じゃあ行きましょう。 I can't、 私はできません。 I can't、これね、嘘みたいな本当の話なのよ、本当。俺は嘘だけは言いませんから、皆さんに。I can't、
動詞はペイントです。ペイントってですね、あのなんか美術の人もいるけど、ペイントってこうなんか絵の具とかでペイントとか書いちゃうのがあるよね。でもここ動詞なんですよ。描くという動詞です。描くという動詞、 I can't paint ですね。はいはい、あ、まだやね。 I can't paint a picture やねと。あ、これペイントは動詞の方なんで、でピクツレピクチャーね。 I can't paint a picture で、植えるが上手になります。植えるが上手にになります。上手に、はい、練習しましょう。練習しましょう。ピクチャーと勘違いしたの。あ、ベリーウェル？あ、本当？ごめんなさい、ベリーがありました。あ、俺どこ持っていったかな。あれどこ持っていったかな。はい、行きましょう。あの今本当英語ですね。本当ベリーがないね、ごめんね。ベリーウェル、これですね、ちょっと訳が下手なので、ここあのそこの答えがあるやん、あの、あまりのところにですね、それほどって上に書いてください。で大事な話をします。ベリーはとてもなんですよ。でノットは できない、まあなんなんしないでしょ。で、ノットとベリーでそれほどなんなんないってなるんです。これとても上手に絵を描くことができないって訳したら罰になる。いいですか。ノットとベリーになったらベリーがとてもという意味がなくなります。それほど上手じゃないという意味になります。もう一回言いますよ。ノットがない人でベリーだけやったらベリーはとてもなんですよ。ベリーだけやったら。で、ノットベリーでそれほどなんなんでないって訳をしてください。だから私はそれほど上手に絵を描くことができないっていう訳になります。ちょっとあまりじゃちょっとね、ちょっと弱い。それほどなんなんないで覚えておいてもらったら助かります。いいですか。はい、じゃあその次ですね、このリンゴを食べてもいいですか。誰が食べていいんですか。誰が食べていいと、この文章からです。自分でしょ。だから愛がないんですよ。で、2番の日本語の前に私がですね、私はとか私がっていうのを付け足してください。いいですか。今俺が言ってるけど、皆さんがこういった問題を考えるときに自分で考えつかない簡単。食べてもいいって友達に聞くとき誰がかというと自分がでしょ。ね、今日もちょっとあの作ってきてくれてたんですよ、おいしいお菓子をね。で、食べていいって言ったら自分が食べてこれもらっていいっていうことになる。だから愛がいるわけですよ。
だけに can I になります。 can I can I 一も足りない、補いなさい。これレベル高いんです。そこにある単語全部並べ替えなさいやったらまだいいんですけど、一語足りないって言ったら何が足りないかを考えないといけないというレベルが高いんですよ。で Can I eat this apple? ですね。Can I eat this apple? ということになります。はい、このリンゴを食べてもいいですか、リンゴを食べてもいいですかですね。 Can I eat this apple? クエスチョンマーク。はい、ちょっと英語苦手な人多いので特に時間を割きましたですね。では理科に行きますので理科を開けてください。理科の防衛になります。理科の防衛、光と音と力ですね。光と音と力です。防衛を開けてください。開けましたか。いきますよ。右の図は1秒間の音差の振動をオシロスコープで記録したものである。これについて次の問いに答えなさい。まずオシロスコープをちょっとマーカーで塗ってください。波の波形を調べる機械がオシロスコープと言います。波の波形を調べる機械です。オシロスコープですね。ただし図の、縦軸は音の振動の幅を、横軸は時間を表し、すべて同じメモリであるものとしましょう、ね。で、A より大きい音はどれですかというわけですね。で、大きいというところをマーカー塗りましょう。音の大きさはですね、皆さん、波の高さなんですよ。波の高さです。振幅。いいですか？それだけヒントあげますので、自分で探してください。A のね、真ん中に赤線引いてもらっていいですか。 A の真ん中に赤線引きましょう。ちょうど真ん中って分かると思います。山と谷のちょうど真ん中で、音の大きさはこの幅、実はここが振幅なんです。前ちょっと女の子がね、そこが振幅なったって言った時があるんです。俺もリアルに覚えてますよ、いろいろ。あ、振幅ってそこだとか言ってました。はい、まあ勘違いする人は、谷から山までって勘違いする人いるけど、実は真ん中からここまでが振幅なんです。で、太鼓で考えてください。太鼓小さく叩いたら太鼓の皮って小さく振れるでしょ。多分ドーンって叩いたら大きく皮って振れるでしょう。でも高さは変わらない。同じ太鼓、高さ変わらないね。俺あの前バンドしとった時にドラムに音程があるしないやった。こうドラム周りにこうネジがあって、それで強く張ったり弱く張ったりして音を調整するんですよ。音の高さですね。で、ただね、ドラムはあの普通に叩いたらよ、その調節をしなかったら普通に叩いたら音の高さは変わらないです。大きさは変わります。ドン、小さい、ドーンって大きいけど、ドーンとかって上がることないです。ドーンとか下がることないです。いいですか？だから大きさと高さを勘違いしないでください。はい、振幅と言いますけど、この振幅が大きいほど音が高い。では A より音が高そうなのはどれでしょう？この山の高さが高いのはどれですか？ C、 ありがとうございます。C です。C です。C も真ん中に線引いてください。そしたら高さが3メモリって分かります。A は2メモリしかない。A は2メモリ分しか高さがない。けど C は3メモリある。いいですね。はい、じゃあ2番いきましょう。高い音というところをマーカーで塗ってください。で、音の高さは振動数。これも常識で聞いたことがあると思う。キーとかいう嫌な音って振動数高いよねとかで聞いたことあると思う。振動数。1秒間に何回振動するか。で、これは もっとぶっちゃけて言うと波の数です。波の数を数えて、波の数が多かったら音が高い、キーンという音になるんです。波の数が少なかったら音が低い、音が低い、ブーとかいう音になるんです。では皆さん、
A より高い音はどれでしょう。 B。 B やね。波が多いよね、 B はね。波の数が多いでしょう。はい、 B です。どうですか。 B です。 C、B ときました。3番、 A より小さい音はどれですか。はい、小さいというのは山の高さが低いということです。 E。 E やね。 E も真ん中に線引いてください。そしたら波の高さが一目盛りしかないことが分かります。真ん中に線引いたらですね。 A は二目盛りの山の高さが、波の山の高さ。 B は一目盛りしかない。だから音が小さいのは、E です。あの E ね、 E は一目盛りしかないので E ですよということです。4番、 A より低い音はどれか、つまり A より波の数が少ないのはどれですか。D よね。波の数が少ない D、 D です。 D。 4で選んだ音は A に比べて何がどのようになっているか簡単に書きなさい。音が低いと、音を選びました。波が少ない、波のことを振動数と言いますから、振動数が少ないというのは答えになります。何がどのようになっているか、振動数が少ないですね。振動数が少ないです。はい、ということです。ではその次いきましょう。力と圧力について次の問いに答えなさい。1番、次の表はあるバネに吊るした重りの質量とバネの長さの関係を示したものであるですね。はい、これについて後の格闘に答えなさいですか。重り、20g の重りを吊るしたら、16cm になりました。 40g で 18cm。じゃあそこの表にちょっと変えてもらっていいですか。何グラム増えたら何センチ伸びましたか。20グラム増えたら2センチ伸びました。そういうことよね。20グラム増えたら2センチ伸びましたっていうのをちょっと分かるように変えてもらっていいですか。いいっす。で1番です。 何も吊るさない時のバネの長さはちょっと横に書きづらいけど頑張って書いて。0g の時何センチですかって意味なんよ。これはわかるでしょう。何も吊るさないというのは 0g ということない。ここで 20g で2センチ伸びたわけよ。ということはここ何センチでしょう。何本 ?10?14 やろ ?14 やろ。わかる？ 20 で2センチ増えた時、ここも同じように増えたはずなんよ。大丈夫ですか？大したレベルやないよ。全然大したレベルやないとよ。こういう関係で、じゃあここって何センチですかって言ったら、2センチまだ短かったはずでしょ？いいですか？はい、でここは14センチ。もうたったこれぐらいでもできないですよ。本当に。いいですか？苦手かなんか知らんけど、考える力がまだ足りんとかもしれんけど、全然大したことないです。 20g で2センチ増えるんですよ。だから2センチ戻したらいいんです。14センチ。いいですか。はい、じゃあその次いきましょう。バネに 70g の重りを吊るすとバネの長さは何センチになりますか。ぶっちゃけて言いましょうね。 20g で2センチということは 10g で何センチですか。10g で1センチなんですよ、伸び。いい？ 10g で1センチに書き直してください。どっか分かりやすいとこ書いてください。で、フックの法則といって、伸びは重りの重さに比例するわけ。じゃあ 70g で何センチでしょう。 21cm。 あ、そう、答え言ったね。答え言ったね。何センチ伸びますか。10で1ですよ。70やったら7センチでしょ。難しいですか。こっちが7倍になったらこっちも7倍になるんですよ。フックの法則という有名な法則あるんですよ。フックの法則、重りの重さと伸びは比例する。フックの法則も書いておきましょう、どっか空いてるところに。フックの法則、いいですか。重りの伸びは、あ、ごめんなさい、バネの伸びは重さに比例します。
本当は重さっていうか質量なんですけどね、ちょっと重さって言ったら本当は間違いなく質量に比例します。正確に言っときますか。ちょっと重さの方が分かりやすいと思ったけど、やっぱ嘘を教えたらいいか。質量に比例する、グラムに比例する。書いてますか、大丈夫ですか。言葉までメモらないかんですよ、集中力上げて。そして何回も書いて練習するんですよ。それだけです。それ以上のこと言いません。授業中に集中して、先生が言いました言葉をメモって、学校の先生とかの言葉をメモって、人のノート以上に内容の濃いノートを作って、そして授業時間内に何回も練習、それで成績が悪いわけがない、絶対上がる。本当期待しとったんですよ、小学校の時から。中学校になったら80、90取ってくるやろね。60、70で満足しよう。80取ったら漫才とか弾ける。冗談じゃねえ冗談じゃねえ、そこで終わるな。そこでまだまだ自分で限界を作っちゃいました。ダメダメ、まだまだ。いいですか、では行きますね。じゃあ、もともとが何も吊るしてないのって14センチなのよ。これで7センチ伸びますよってことが分かったわけ。いいですか、10グラムで1センチ、70グラムやったら7センチ伸びるってことが分かった。初めの長さが14センチ、そして伸びが7センチ、だから全体の長さは21センチなんです、ということですですね。だから70グラムの重りを吊るしたら何センチですか、20センチですよということでした。バネの長さが30センチになったとき、バネに加わる力の大きさは何ニュートンですか。まず何グラムかを出しましょう。じゃあ何センチ伸びたか分かります。30センチになったって言ったら何センチ伸びたか分かりますか。あら、頭が働きが、一番最初って何センチからスタートしたと。14センチ。30センチになったら何センチ伸びたんですか。16センチ。引き算したらいい。まず伸びを出さないかんたいね。3番の問題、30から初めの14を引いてください。そしたら16センチ伸びたんですよ。16センチ伸びたんですよ。で、1センチ伸ばすのに何グラムいるんですか。20センチ。ちょっと惜しかったね。1センチ伸ばすのに10グラムなんです。いいですね。10グラムで1センチ、裏を返せば1センチ伸ばすのに10グラム。じゃあ16センチ伸ばすのに何グラムいりますか。1センチ伸ばすのに10いるんですよ。16伸ばすのに何グラムいりますか。うるさいぞ。なんか株かなんかの上にこうしたら なんかが詰まった。芯が詰まった。ありますね、それは。で、16センチ伸ばすのに 何グラム、もう一回言うき、1センチで10グラムなのよ。じゃあ16センチ伸ばすのに何グラムいりますか。それなんです、それです。160g です。もう一回言いますよ、1センチ 10g なんですよ。じゃあ16センチ 160g ですよ。これをニュートンに直すときどうしたらいいでしょう。1ニュートンって何グラムが1ニュートンでしたか。 100g が1ニュートンです。あ、ごめんなさいね。それグラムをニュートンに直すときは100で割ればいいです。はい、答えは何ニュートンでしょう。 1.6ニュートン。 1.6ニュートン。小数点2個こっちずらしたらいいね。小数点2個ずらしたらいいですか。 1.6ニュートンです。はい、あとちょっとその下見てください。この問題二重丸しちょっともらっていいですか。その問題はできない人も多いけんですね。だけんできるようになったらすごいですよ。
タイミング悪い。もうちょっと早く持ってくれたと。持った。さすがよね。針じゃない方をちゃんとね。やっぱり素晴らしいよ。針の方向ですね。相手の気がする。素晴らしい。ようよう考えてみましょう。大丈夫ですか？もう一回いきますよ。バネの長さが30センチになりました。ただ16センチ伸びたんですよ。で1センチで 10グラムですから、じゃあ16センチ伸びるときは160グラムいるわけよね。でこれを100で割って 1.6 ニュートンですよということでした。もうこれはですね、できない人がめっちゃ多いです。もう2番の1の3とかできたらかっこいいですよ。はい、じゃあ2番いきましょう。質量が 3kg、 配速マーカーで塗ってください。うちの塾生やったらキログラムをニュートンにすぐ直せるという話をしました。 3kg は何ニュートンでしょう？30ニュートン。正解なんです。そうなんです。キログラムをニュートンに直すときは、キログラムニュートン直すときは10倍すればいいですね。 3kg は30ニュートンです。 3kg は30ニュートン。いいですか？はい、10かけたらいいです。キログラムをニュートンに直すときは10かけてください。まあ今回はちょっと使わないんですけど、計算がない。ただ計算があるときあるんでね。さてさてさて、圧力が最大っていうところをマーカーで塗りましょう。圧力が最大のものって何が最小ですか？底面積です。赤ペンで、上か下か矢印引っ張るか何か工夫してくださいね。質量が全部同じなんですよ。その時圧力が最大というのは底面積が最小ですね。底面積が最小です。これ上どんな形でも関係ないんです。上どんな形でも関係ない。 3kg やったら四角錐であろうと四角錐台であろうと直方体立方体であろうと関係ない。とにかく底面積だけです。じゃあ皆さん、面積が一番小さいのはどれでしょう？正解。あのところを塗ってください。上がいいかな？どこが塗りやすい？底面積は下塗ろうか。ここ塗ってください。こう楽しく塗りましょう。こう塗ってください。で縦かけ横ですから 5×4 で20ね。いいですか？圧力が一番大きいというのは底面積が一番小さいということ。圧力が一番大きいのは底面積が小さい。底面積小さい。いいですか？じゃあ今日の授業ラストね。ラストいきましょう。最小のものというところをマーカーの色を変えてもらっていいですか？ここマーカーの色を変えたらいいです。最大のものと最小のものって正反対なんですよ。正反対。全く逆のものを同じマーカーで塗ったらいけません。これも勉強の仕方が甘いです。全く逆なんですよ。言いたいこと分かります？最大と最小ですよ。そしたら違う色で塗りましょうね。で最大のものというのは面積が一番小さいですよ。じゃあ最小のものって面積が、面積が大きいんですよ。面積大きい。さあこの中で面積が大きいのはどれでしょう？いいやね。で今度は胃の面積の底面積もマーカー違う色で塗るんですよ。ちょっと後から言って申し訳ないですけど、ごめんなさいね。実はリンクさせちゃったらかっこいいです。ですからもう究極の勉強の仕方はずっと教えていきますからね。例えば最大のものって言って、例えば青のマーカーで塗ってたら、ここあ最小 の、 あの圧力が最大ね、面積最小って言ったら、青で塗っちゃったらここ青で同じ色で塗っとくんですよ。そしたら同じ内容というのが分かるじゃないですか。いいですか？で圧力最小、面積最大って言ったら今度はここ同じ色で塗るんですよ。要するにリンクしてるやつは同じ色で塗るんですよ。いいですか？究極の勉強の仕方分かる？
圧力が最大のもの、面積最小、じゃあここだね、こいつやねっていうの同じ色で、圧力が最小、面積最大って言ったらこう同じマーカーの色を振るんですですね。はい、というわけで胃が面積が一番大きいので圧力が最小になりますということですね。いいですか。今回ですね、数学をちょっとしてなかったのはですね、理由があってですね、実は7番作図なんですよ。第7講座をちょっと数学見てもらおうと。で、今回はちょっと数学を飛ばしますので、1回だけ飛ばしますので、いいですか。ただその代わりですね、第8講座がまとめになってますから、英語と理科はこの復習をしてください。同じテストするんですね。で、数学はこの半分だけでいいです。第8講座が2枚あるんですけど、この1枚だけ解いてきてください。ここいいですか。ここ第8講座の1枚、数学ここだけ解いてきてくださいですね。でも本当伸ばしたいと、あんたたちはもっと点取れて当たり前なんで、絶対伸ばしたいんですよ本当に。ちょっと今年のね、受験の状況も今日最終的にね、はっきりしましたんで発表いたします。明後日、もう俺ぶっちゃけて何でも正直皆さんで言いますからね。そっか、その時はちょっと YouTube ちょっとカットしてみますけど、プライバシーを侵害したりいたら。ただ今年は最悪でした。今までの中で最悪の年でした。で、詳しく明後日言いますので、皆さんには絶対そうなってほしくないんでですね。一番通った時と比べたらかなり悪かった原因があります。ただ先輩たちは後半はものすごく頑張ってたんで、それを本当に評価したいと思うんですけどね。はい、それと私立が第一志望の人たちも出てきたので一概に言えませんけど、まあ、公立の合格者は一番少なかったかなと思うんですね。じゃあ明後日ちょっと発表しますんで、もう一回言いますよ。英語と理科は復習をして、数学は問題を解いてきてください。はい、じゃあ終わります。はい、さあ。